いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？ふとした瞬間に男性からの視線を感じることはありませんか？なんで私を見ているの？と疑問に思った経験がある方もきっと多いことと思います。男性の女の子をチラチラ見るという行為には何か秘密が隠されているのでしょうか？そこで今回は女の子をチラチラ見る男の心理8パターンをご紹介します。 1. めちゃめちゃ可愛いと思っている。つまり男性は可愛い女の子を見るのが大好きです。何度も顔をチラチラと見てくるようなら可愛いと思われている可能性が高いでしょう。そこで自然な笑顔を見せることができれば男心をよりくすぐるかもしれません。に、何か話しかけるきっかけを探っている。たまに目があってなんだかもじもじしているようならあなたと仲良くなりたいと思っているかもしれません。やぶさかでない場合はおはようの挨拶でもいいので声をかけてあげると喜ぶでしょう。 3. 大きく開いた胸元が気になってしまいつい見てしまう。男性は無意識に胸元をチラ見してしまう生き物です。あまりに視線を感じるようなら自分の身なりを見直し露出を抑えてみるなどした方がいいのかもしれません。 4. いい匂いがするので気になってみている。男性は匂いに恋することもあります。すごく近くにいる人から見つめられていた場合はひょっとするといい匂いがきっかけになっている可能性があります。だからといって香水などをつけすぎると周りの人の迷惑になるのでやめておきましょう。